MP の最新シングル、バムブーミチシルベのプレミア公開を待ちきれない。IMP。バムブーティザーで明らかになった、メンバーの進化と新たな魅力。期待値マックス。2024年10月21日、IMP の最新シングル、バムブーミチシルベのプレミア公開が予定されており、ファンの期待はすでに頂点に達している。IMP は、 7人組のボーイズグループとしてデビューから短期間で大きな人気を集め、その力強いパフォーマンスや洗練されたビジュアル、そしてメンバーの個性が融合した魅力的な姿が常に注目を浴びてきた。特に今回の楽曲、バムブーは、彼らにとって重要な転機となる作品とされており、多くのファンがこの瞬間を待ちわびている。ティザー映像が公開された瞬間、SNS はすぐに熱狂的な反応であふれた。 ファンの間では、かっこよすぎる、楽しみすぎて眠れない、といった声が広がり、ティザー映像のわずかな数秒でさえ、彼らの期待感を一層高める効果を発揮している。IMP のメンバーたちは、今回のミュージックビデオで、過去と未来を感じさせる新たな一面を見せると言われており、その中でも特に注目されているのは、メンバー全員が披露するダンスパフォーマンスとビジュアルだ。ファンの多くがコメントしているように、IMP は、 パステルな7人と、ブラックメタリックな7人という2つの異なるテーマでスタイリングされており、これまでにない大胆な演出が期待されている。IMP の人気は、単なる音楽やパフォーマンスだけにとどまらない。彼らのファン層は非常に幅広く、10代の若者から大人まで、幅広い年齢層が彼らの魅力に惹かれている。IMP の楽曲は、力強いビートや斬新なメロディーだけでなく、リリックにも深みがあり、 多くのリスナーがそのメッセージ性に共感を抱く。特に、バムブーは、竹が象徴する、しなやかさと、強さをテーマにしており、人生の逆境や困難に立ち向かう姿勢を示していると言われている。竹のように、しなやかでありながら折れることのない強さは、現代社会における多くの人々に勇気を与えるメッセージとして受け取られている。また、IMP のパフォーマンスは、 単なる音楽の枠を超えた芸術作品ともいえる。彼らのダンスは、振り付けやステージングにおいて常に新しい試みがなされ、観客に驚きと感動を与える要素がふんだんに盛り込まれている。特に、今回の「バムブー」では、力強さと繊細さが融合したダンスパフォーマンスが見どころの一つとなっており、ファンからは、ダンスかっこいい振り付けが斬新で見惚れるといった声が相次いでいる。このように、 IMP のパフォーマンスは、視覚的な楽しさと感動を提供し、彼らのファンは音楽だけでなく、総合的なエンターテインメントとして彼らの活動を楽しんでいる。さらに、IMP のメンバーそれぞれが持つ個性や魅力も、彼らの人気を支える大きな要素だ。例えば、リーダーである拓也は、その強いリーダーシップと穏やかな性格でファンからの支持を集めている。彼のパフォーマンスは常に力強く、 自信に満ちた姿勢が他のメンバーにも影響を与えている。また、他のメンバーもそれぞれ異なる魅力を持っており、ファンの間ではそれぞれのメンバーに対する愛情が交錯している。あるファンは、拓也君の新しい髪型がかっこよすぎると SNS で興奮気味にコメントしており、ファッションやスタイリングも彼らの魅力の一部として強調されている。バムブーのプレミア公開に先立ち、 ファンの間では、すでに楽曲の全貌を予測する議論が活発に行われている。IMP はこれまでにも多くのヒット曲を生み出してきたが、今回の、バムブーは特に、新しい挑戦として位置づけられており、ファンもその意欲的な試みに期待を寄せている。あるファンは、これは過去と未来をつなぐ曲だ、と表現し、IMP の進化を感じさせる作品になるだろうと予測している。実際、 今回のティザー映像には、メタリックな衣装や未来的なセットデザインが盛り込まれており、IMP がこれまでのスタイルを超えて、新たな一面を見せることが示唆されている。一方で、バムブーの裏にあるメッセージやテーマについても、さまざまな解釈がなされている。竹が象徴する、しなやかさと、強さは、日本の文化に深く根付いており、IMP がこのテーマを選んだことは非常に興味深い。 竹は古くから日本の詩や物語で描かれてきた存在であり、その強靭さはしばしば逆境を乗り越える力として描かれている。現代の日本社会において、多くの若者が将来に対する不安やプレッシャーを感じている中で、IMP の「バムブー」が放つメッセージは、希望と前向きな姿勢を象徴しているといえるだろう。この点において、IMP の楽曲は単なるエンターテインメントにとどまらず、 リスナーに対して深い感情的なつながりを提供している。さらに、IMP のファンたちは、彼らの活動を通じてコミュニティを形成し、強い絆を築いている。SNS 上でのファン同士の交流は非常に活発で、ティザー映像が公開された後も、ファンたちは互いに感想を共有し合い、公開日を待ち望む興奮を分かち合っている。このようなファンコミュニティは、IMP の成功の一端を担っており、 彼らの楽曲がリリースされるたびに、その盛り上がりはさらに加速している。また、IMP のメンバーたちもファンとの交流を大切にしており、SNS を通じて積極的にファンにメッセージを発信している。これにより、ファンは自分たちが IMP の成功に寄与しているという実感を持ち、一層彼らへの応援の気持ちを強めている。IMP のバムブーは、彼らの音楽的進化を示すだけでなく、 ファンとの絆をさらに強固にする重要な作品となるだろう。これまでにない新たな一面を見せる彼らの姿は、多くのリスナーにインスピレーションを与え、さらなるファン層の拡大に寄与することは間違いない。プレミア公開日には、ファンたちはその瞬間を一緒に迎え、IMP の新たな旅路を祝うだろう。そして、彼らが次にどのようなステージに進んでいくのか、その期待は止むことがない。IMP は今、 過去の成功にとどまらず、未来に向けて新たな挑戦を続けている。バムブーのリリースを通じて、彼らはさらに多くのファンの心をつかみ、その影響力を一層広げていくだろう。ファンにとって、この楽曲は単なる新曲リリース以上の意味を持ち、彼ら自身の人生における新たな道しるべとなることだろう。IMP がこれからどのような未来を築いていくのか、その答えは、バムブーの中に込められているに違いない。 IMP の最新シングル、バムブーミチシルベは、これまでの彼らの作品とは一線を画すと同時に、その成長と進化を象徴する作品となるだろう。ファンたちは、彼らの新しい一歩を見守るだけでなく、自分たちもその旅路に参加しているという強い実感を抱いている。音楽やパフォーマンスの素晴らしさだけでなく、その背後にある深いメッセージ性や、メンバー同士の絆、そしてファンとの強い結びつきが、 IMP を特別な存在にしていることは間違いない。IMP のメンバーたちは、それぞれが個性豊かでありながら、グループとしての一体感を失わない。例えば、メンバーの大ガは、そのエネルギッシュなパフォーマンスで観客を魅了し、いつも前向きな姿勢でチームを支えている。また、新たの冷静で知的な一面は、ファンからも高く評価されており、その落ち着いた表情や物静かな雰囲気が、 グループ全体のバランスを取る役割を果たしている。これらのメンバーそれぞれの個性が IMP を唯一無二の存在にしていることが彼らの人気の秘訣といえる。今回の「バムブーのリリースが特に注目される理由の一つはメンバー全員が新しい挑戦に取り組んでいるという点だ。楽曲のリリースに向けて彼らは新しい振り付けやパフォーマンススタイルを取り入れるだけでなく音楽そのものにも新たな要素を加えている。 これまでの彼らの楽曲にはない、より深い感情やメッセージが込められており、ファンはその変化に対して大きな期待を寄せている。ファンにとって、IMP の新曲がリリースされる瞬間は特別な意味を持つ。それは単に新しい音楽を聴くというだけでなく、彼らがどのように成長し、進化しているのかを確認する機会でもある。ティザー映像が公開されただけでも、ファンたちはその期待感を爆発させ、 SNS 上では、かっこよすぎる今すぐフルバージョンが見たいといったコメントが次々と投稿された。この熱狂は、彼らがファンにどれほど愛され、期待されているかを物語っている。